見てください、このモコモコの泡を。お、弾力のある泡だからすごい、ずーっとこれ触ってたい。肌がめちゃくちゃ明るくなってない？トーンアップしてる。え、すごい。はい、ということで今回はですね、新コスメブランドイヤサカから、洗顔石鹸、そう、肌をメイクする石鹸のご紹介をしていきたいと思います。じゃあこちらがですね、肌をメイクする石鹸なんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、洗顔もメイクの一つであるという考えに基づいて、落とすっていうのではなく与えるをコンセプトに、作られているんだそうです。まあこれからは落とす洗顔ではなく与える洗顔、そして憧れのノーファンデ肌を目指そうという、そんな石鹸なんでございます。ではですね、その石鹸はどんなものですかと言いますとですね、はい、じゃじゃん。はい、石鹸です。ちょっとこう、黄色みがかった、お色のね、結構ちょっと重みがありますね。ずっしりくる感じで。で、こちらですね、3つの、特徴があるらしくて、まあ、1つは限界量のコラーゲンを配合されているんだそうです。まあ、機械による大量生産の石鹸とは違って、こちらの石鹸は職人による、枠練り製法で作られているんだそうです。その枠練り製法って何だろう。そして二つ目、ヒアルロン酸やコエンザイム Q10 もたっぷり配合。コラーゲンの他にもコエンザイム Q10、蜂蜜、セラミド、ロイヤルゼリーエキスなど美容成分が、高配合されていると。もう女性にとって嬉しいものばかりがこの石鹸の中にキュンと、はい、濃縮されているわけですね。で、三つ目はただ落とすのではなく与えると。はい、オープニングでも言ったように美容液のようなリッチな成分でまるでメイクアートのような透明感のある肌へと導きますと。本当に透明感欲しい。もう最近ちょっとくすみがちなので育児とかなんか家事とかでいろいろ疲れてこうちょっとくすみがちなので、こちらの石鹸で本当に透明感が出てくれるのかちょっと楽しみですね。ではですね、こちらの石鹸の特徴を説明したところでですね、早速こちらの石鹸を使って、与える洗顔体験をしてみたいと思います。洗面所へレッツゴー。はい、では早速肌をメイクする石鹸使っていきたいと思います。で、こちらですね、泡立てネットで泡立てるとより急いそうなので、こちらの泡立てネットを使って泡立ててから肌につけていきたいと思います。はい、泡立ててます。見てください、このモコモコの泡を。でですね、なんか泡がね、すごい、なんていうのかな、弾力がある感じ。こすった時点からすっごいの泡がモコ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 出てきてて、で、なんかこう、きめ細かな泡なんですけれども、まあもうほんと見るからに濃密な感じです。じゃあ早速つけてみます。で、ここのところ、こう泡立てた時にね、匂いも特にないので、はい。うん。いつものようにね、コンタみたいになってますけど、うん。うん。泡でマッサージするかのようにこうね、はい、肌をねメイクするかのようにこうね魔法のベールをつけていきます。うん、うん、もうすんごい濃厚ですね。こうなんか肌にめちゃくちゃこう密着してなんかこう包んでくれるような感じ、こう優しく、うん、気持ちいい。うん鼻に入っちゃこう弾力のある泡だからすごい、ずーっとこれ触ってたい、ずーっとこうやってやってたい感じ。うん、すごいしっとりしてるね。じゃあ洗い流していく。あ、蛇口どこだ。洗い流していきます。はい、ということで、この通り洗い上がりました。あ、もう見てわかります？なんかすっごいさ、肌がめちゃくちゃ明るくなってない？トーンアップしてる。え、すごい。で、なんかすごいね、肌がめちゃくちゃしっとりして、ツヤツヤする。何この洗顔、超すごいいいんだけど。でですね、もう洗い流してる瞬間から思ったんですけれども、まあ結構ね、濃密でこう弾力の泡だった割には泡切れが良く、さっぱりとしたね、洗い上がりになるなっていう感じがしました。でもこうやってやってる間に、もうなんかすべすべしっとりっていう感じ。でも全然突っ張ることもない。ずっとなんかこう、化粧水塗った後ぐらいのなんかね、ちょっとしっとり感が、残っている感じです。すべすべだな、肌が。生き返ったような感じがしますね。めっちゃくちゃいいよ、これ。まあもうこのね、肌をメイクする洗顔石鹸を使う前とね、使った後ではもうこのね、肌のトーン差、明るさ、透明感、あとね、このすべすべ感を見ればね、もう本当にわかるかと思うんですけれども、もう、これちょっとリピしたいぐらい、めちゃくちゃ気に入ってびっくりしている石鹸となりました。
ということでですね、こちらの肌をメイクする洗顔石鹸、ぜひね、もう春菜的にはぜひ、試していただきたいかなっていう思う、洗顔石鹸となりました。で、説明欄にですね、URL も貼っておくので、気になる方はぜひ、チェックして使ってみてください。はい、それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね、バイニャー。